おはようございます。はよう。雪風さん、きょんしーさん、つぼゆうすけさん、天使の絵の具さん、ありがとうございます。テブニオさん、ハマチャさん、ありがとうございます。はよう。コックさんのシグさん、修造さん、デブニャンさん、ザンタクさん、ナナラムドさん、ありがとうございます。おはようございます。京平さん、アトムちゃんさん、ありがとう。今日は楽しんで、ありがとうございます。準備全然できてないんですよね。ふふ。おはよう。準備しなきゃ。昼ごろ。今日は、なんだっけ、始業式もあるので見てください。そう、座禅のなんかみんな使ってるよって言われて、座禅も買いました。アイシャドウがもうね、ボロボロなんですよね。開けるの躊躇するぐらい割れてる。日に日に割れてる。やばい、どうしよう。これ映る？浜、まあ、配信。そうなんです。ごめんね。私のこと好きな人は私が好きな人ならどっちがいいって言うじゃない、どっちがいいって言うじゃない、どっちがいいって言うじゃない。キラキラ塗りました。コンシーラーはちょっと時間を置いてから根本下が馴染むよって言われて、
なんか目の下めっちゃピンクなんですよね。完成早すぎでしょ。最近はファンデーションを塗らないのにはまっとるというか、塗らない方が肌に優しいってなって。 STUMEN みんなメイク配信だった。あはん、まあそりゃそうだよな。よし、ピューラータイム。アリちゃんっていつ会ってもメイクしてる。ほぼ。もう6時集合。他の時でも。絶対まつげと、あ、ん、眉毛とアイメイクはしてる気がする。偉い。どんだけ早起きしようやろ。って、いつも思います。こうさん、きょんしーさん。サイズハートさん、かずりんさん、ゆきさん、まさパンダ、くんさん。ももるんさん、ゆきかぜさん。マジラモンスターさん、きこりさん、ありがとう。目の中赤い。まつげは大事。バチバチ。いや、今日涙袋が赤いんですよね。なんか朝起きた時から。まつげ美容液のあれかな、副作用じゃないけど。まあ、でも元々赤い人なんですよね。
つけがセパレートせんか。前髪長い。巻かなきゃ、もう一回。大きくないよ。私。前髪。目。目って感じ。ね、いつもとメイク一緒なのに、なんか濃く見える。目尻だけなんか、まつげ美容液塗ってるから濃くなったのかな。いや、涙袋はね、色塗ってない。ラメしか塗ってないから。してる。眉毛って難しいね。いや、ファンデーションつけようかな。下はやったんですよ。下地。インテグレート。アイシャドウしたのに白くなった。これは水みたいな、ゼリー、水ジェリーファンデです。
だいぶ印象変わる。本当確かに ASMR。 厚化粧かな、崩れやすい気がする。でも綺麗に崩れてる気がする。わかんないんだよね、あんまりよく。厚化粧ってどこからが厚化粧って言うんですかね。まつげはクイカちゃんがふさふさになって抜いたら、そう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 。クッションファンデポンポンしてるだけで厚化粧は大変や。自家物件の映画見に行きたい。それコッコにも誘われた。コッコにも誘われてさ、でも白いよね私。でも元々違うんだよね白さが。コッコにも誘われてさ、自家物件見に行こうって言われてさ、え行きたかった行こうって言ったらさ、やっぱ無理って言われた。やっぱ未来無理。やっぱ怖いから無理って言われた。じゃあ最初から誘わないよってなった。で、福ちゃん50分、福ちゃんがくれたチークをつけますね。あとでこれ鼻筋。めっちゃ入っためっちゃ入った。めちゃいた。大変大変。子供の声みたいな、本当プヒョプヒョみたいな声するよね。邪魔って。プヒョプヒョが鳴ってるみたいな声してる。いけるかな。いや、あんまり。つかなかった。昨日の夜すんごいついちゃったので、ちょっとあんまりつけんとこって思ったら全然つかなかった。はいよ。今ついてるかついてないかぐらいが
ちょうどいいんです。じゃあメイクもそこそこに終わったということで、誕生を読んでいきたいと思います。もうちょっとでね、集合なんだよ。いきます。13位なっちゃんさん、12位そうさん、11位ストーチのミニマロンさん、10位マサジさん、9位ダダダダムドさん、8位キョンシーさん、7位アモズさん、6位マサさん、5位マモルンさん、4位コウさん、3位ユキさん、2位スーさんさん、そして1位はドゥンドゥンドゥンジャン、坪井ゆうすけさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルルンジャジャン、カニスチックさん、ありがとう。カニ、それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。ある方は土曜日か。今日も一日ファイトラブ、せーの、エイリエイリオー。またでもここ戻ってくるよね、これ。また後でお会いしましょう。バイバーイ、行ってきます。